ついに50日突入。それではルイのところに。次は何だい？ごちそう取ってきたか。これ取っとけ。また食材取ってきて。欲しい食材はこれだ。大パンもどき。やっぱご飯ばっか食べてるとたまにはパンも食べたくなるんだよっと。はい、ということでね、取りに行くだけだとすぐなので、段取りチャレンジオールゴールド、まず報告。わあ、オールプラチナが増えやがった。おめ、なんだ結局全部プラチナなんのかよ。ということでね、段取りバトルくんもオールプラチナがどうせ来ますね。まあとりあえずは最果ての闘技場のルイ戦、とりあえずゴールドにする意味がなくなったな。プラチナ言われるんだったらね、うん、まあまあ行きますか。100以上の差、羽ピクのみ。本編でむしろこれ負けそうだったからな。さあ、羽ピクで勝てないやつは光ピクミンオッチンに任せるといいって言われたんだけど、これとこれしかないよね。よえとりあえずまず増えないと話にならない。さあ、とりあえずまずはルート改築をさせましょう。弱いんだよなこいつら。好きやね。とにかく2倍を狙おうか。うわ、アイテム取られた。うわ襲ってくる。うわアイテムだ、アイテムを取れ。光ピクミンプラス。モス体力だっけ。襲ってくるあいつ。とりあえず増えたいとこだね。100差か。
し、まあだいぶ数は稼げた。ここ倍じゃん、パクりたい。しかも3倍だぞこれ。来い来い、アイテム。何これ。ちょ、オッチンが襲われてる。これは絶対に食らってはいけない。うわ、弱え、跳ねてく、弱え。よし、いや、ここしんど。100差だからね。20匹しかいねえ。間に合え。100きついな。金はいったか。これはもういっそのことを無視した方がいいかな。正直2倍3倍をゲットした方がいいんじゃないかなって気してる。60移動、もう一回行ってみるか。これを壊してオッチンを使うとだいぶ早くなるからね。リンゴが2倍、これはだいぶでかい。
よし、結局オッチンですよ。うわ、取られた。てかさ、ありえんだろ、なんで向こうもう32匹もいるんだよ。っていうか、正直このゲームはね、本当にあれがいらない。向こうの視点がいらない。マジで向こうの視点がいらない。これやり直そう。さすがに。とにかくオッチに壊させて。視点が悪すぎてね。銃貯めたらこいつらを倒しはするけど回収はしなく、いやアイテムを取らしたくないね。とにかく何よりも。アイテムが痛すぎる。向こうさ、増えるの多すぎね。うわー、数が向こう39なのこっち20だぜ。いくらなんでも差がありすぎだろう。数が全く足りない。
うわぁ。今回はね、あれを、爆弾をすぐに使わずに、はめてみようかな。こっちーん。逆転爆弾を近づかれるまで一旦放置してみるか。まだ持たれてないな。アイテム。とりあえず50はいった。この辺で。復活してる。うっとうしいな。そろそろぶち込むか。これでオッチンをぶち込めば。止められた？あと30秒。打ち込め。ぶち込め、ぶち込め。あー、きついなー。これめちゃくちゃきついなー。いやー、やっぱ早めにぶち込まなきゃダメだね。てかね、これ明らかにね、マップがね、向こう有利にできてるクソマップだよ、正直。こんなマップの作り方したら怒られるよ。なんで弱すぎんのよ、羽ピク。うわ、うっとうしい。あえて放置。ここの近道をつなげる方がいいですね。
奪え。ダメだったか。まあこれ2倍だからね。こいつずっとこっち来てんだけど、それも鬱陶しいな。とりあえずまだ増えるチャンス。今2倍じゃないんで、あえてここを放置。もうこれ以上は増えないと思っていいから、リンゴを回収したい。なんかだからもうほんとこれがつらい。オートロックオンボタンで帰れねえのかな、ロックオンするやつ。牡蠣とリンゴをパクりたいとこだね。イチゴになった。これチャンス。アイテム、アイテムをよこせ。うわぁ、俺が食われた。襲われた。そんな許すわけねえやろ。いちご。はよほれ。リンゴ。そういうの勘弁して。ラフランス。足りる、これちょっと足んなくない？足んないよね。お前らもこっち来い。
ラフランス、ラフランス。邪魔はさせん。これ50ぐらいか、ちょっと足んない。30か、80足りんな、あと20ぐらい。どうしたもんかね、これめちゃくちゃきついぞ。振りすぎる。これチャンスやな、2倍やから。とりあえずうちに1回ね、あのアイテムであれが手に入るとすごい楽になる。激辛が、ふざけんなー、ふざけんなー。あ、お前が起こしたせいじゃ、ボケー。お前が起こしたせいやぞ。一匹食われてる。とりあえず数がまだ足りん。欲しい。46、これでだいぶ戦えるようになったね。
これはでかい。食わせん。おお。よし、お前もだ。おっち、これ持ってけ。そろそろ行くか。そろそろ行くぞ。よし、こんな時のために近場の金塊は残しておいたんだよ。結構金塊美味しくて、よし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 。近場のやつ、あいつね、ルイあんまり金塊を集めないんで、お宝に興味がないみたいな。よし、一気に入った。ああ、金塊を集めないというプレイを。100以上、ね、200差ぐらいつけてやったぜ。ふう、よーし。さあ、あの小手調べの戦いはこれ一番初めのね、オッチも何も強化されてない状態だったんで、多分もう一回やれば余裕だと思う。お前さん、なかなかいい段取りだったぜ。で、おそらく次がオールプラチナ。まあ、いけるね、オールプラチナは。よし。でも今日はもう疲れたから今日はパンもどきをね、とっとと集めて終わりましょう。パンモドキはね、一パン星の隠れ家の、どっかです。どこかはちょっと確認しましょう。さあ、一パン星の隠れ家。さあ、今回向かうのは、ブンドリレストランです。はい、ということで食パンです。いや、うまそう。いたいた。えい、どすこい。勝てると思っとんのか。おめえ勝てると思っとんかい。どすこい。うっぷい。こっちのパワーなめとんのかい。
さすがそれ以外の戦いはできんか。わざとですよ、わざと。ちょうど来るように用意してたんですよ。我が物、それは罠だ、クワノミ。ちょうど1匹目でダメージを与えた後に2匹目が来るように誘導しておいたのだ。行った？よし、オーバーもどき OK です。はい、ただまあ救助した人はおらん。集めたエネルギーもこんだけ。リンゴよ、体調はどうだ？はい、もうすっかり大丈夫です。そうか、なら問題ないな。シュヤの面倒を見てやってくれ。あ、いや、あ、やっぱまだ調子が。クソ、藍爪。全バトルプラチナあと1つね、全チャレンジプラチナあと3つ。こっちはすぐだけど、こっちはね、やっぱちょっと思い出すところから始めなきゃいけないからね。まあ、オッチンが強化されているので、プラチナは獲得しやすくはなってるんだけどね。まあ、プラチナまでサイドミッションであるんだったらね、本編内でぜひともパーフェクトにしたいと思うんで。さあ、じゃあ、ルイの号を報告しに行きましょう。